皆さんこんにちは。美濃恵み聖書教会の山下渉です。今日は2014年4月8日火曜日です。リビングライフ、今日の聖書の箇所は第一サムエル記の30章21節から31節です。タイトルは分け合うほど固く立つ神の国、分け合うほど固く立つ神の国というテーマで、今日は御言葉を聞いていきます。では初めに御言葉に耳を傾けてまいりましょう。サムエル記第一、30章21節から31節。ダビデが疲れてダビデについてくることができずに、ベソル川のほとりにとどまっていた200人の者のところに来たとき、彼らはダビデと彼に従った者たちを迎えに出てきた。ダビデはこの人たちに近づいて彼らの安否を尋ねた。そのときダビデと一緒に行った者たちのうち、意地の悪い横島な者たちが皆口々に言った。彼らは一緒に行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやるわけにはいかない。ただめいめい自分の妻と子供を連れて行くがよい。ダビデは言った。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ。誰がこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者への分け前も、荷物のそばに留まっていた者への分け前も同じだ。共に同じく分け合わなければならない。その日以来、ダビデはこれをイスラエルの掟とし定めとした。今日もそうである。ダビデはツケラグに帰って、友人であるユダの長老たちに、分取り物のいくらかを送っていった。これは、あなた方への贈り物で、主の敵からの分取り物の一部です。その送り先は、ベテルの人々、ネゲブのラモテの人々、ヤティルの人々、アロエルの人々、シフモテの人々、エシュテモアの人々、ラカルの人々、エラフメール人の町々の人たち、ケニ人の町々の人たち、ホルマの人々、ボルアシャンの人々、アタクの人々、ヘブロンの人々、およびダビデとその部下がさまよい歩いたすべての場所の人々であった。キリスト教の大きなテーマの一つに、受けるより与えるが幸いという、有名なイエス様の教えがあります。普通は受ける方が得をするのであって、与えたら自分が損をするのではとこう思いがちでありますけども、でもそれは、いくら考えても頭で考えてもなかなか答えが出るものではありません。一つだけ確かめる方法があるとすれば、それは論より証拠、まさに無条件に御言葉に従っていくことであります。ダビデという人はこのアマレクの略奪隊を打ち倒して、そして家族や分取り物の全部を取り返して、まさに意気揚々と帰ってきたわけであります。その途中で疲れてついていくことができなかった200人の者たちと出会い、
ダビデと彼に従っていった部下たちを迎えに出てきたというんですね。21節にはダビデはこの人たちに近づいて彼らの安否を尋ねたとあります。なんとダビデは自分の方から待っていた彼らのもとに行き、彼らの安否を心配して尋ねた、自分から近づいていったということが強調されているわけです。するとそのダビデと一緒に戦いに一緒に行った部下たちの中には、少し意地の悪い者たちもいたんでしょう。彼らは一緒に行かなかったんだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやる筋合いはないと、まあこう主張していったわけなんです。あの人たちにあげることはないんじゃないかというんですね。23節でダビデはこう言いました。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだというんですね。まあ、ここに答えが凝縮されているように思います。ダビデは自分たちが主にある兄弟である、兄弟でしょということをまず強調し、そしてまたこの戦いの勝利は決して自分たちの手柄によるものではなくて、神様からの賜物であるということを指摘していったわけであります。そしてここにあるこの戦利品はみんなで共に同じく公平に分け合わなければならないとこう告げていったわけなんです。その日以来ダビデはこれをイスラエルの掟とし、定めとした。今日もそうであると書いてあります。つまりその時だけの決め事で終わったのではなくて、その後の時代までこの分配に関する一つの基準ができたというんですね。ピリピの2章4節にもこうありました。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいというんですね。それはこの今日の教会のにおいても、この神の家族として弱さを持つ者を顧み、また互いに神の恵みを分かち合う気持ちを持つ、そこに通じるものがあるように思います。たくさん労苦した者も、また疲れて同じ働きができなかった者も、人の目にはその功績というのは差があるように見えても、神様の目にから見ればそこに特別な差異があるわけではないわけです。26節にこうありました。ダビデはツケラグに帰って、友人であるユダの長老たちに分取り物のいくらかを送っていった。これはあなた方への贈り物で、主の時からの分取り物の一部ですというんですね。なんとダビデは持ち帰った戦利品を自分たちの間だけで分配したのではなく、一部を彼の友人やあるいはさまざまな地域の人々に送ったというんですね。それはダビデがこのツケラグというこのペリシテ人の地に住んではいるものの、決してその同胞のことを忘れたんではなくて、敵になったのではなくて、逆にいつも心に覚えているよということを伝える、まあ、メッセージでもあったわけです。27節からはその送り先が一つ一つ挙げられて、何かその顔を思い浮かべて、本当にこう心を込めて準備をしているようにも、まあ、見えてきます。31節の最後では、ヘブロンの人々およびダビデとその部下がさまよい歩いたすべて場所、すべての場所の人々であったと書いてます。サウルから追われて、本当にダビデが流浪生活を送っていた時に、まあ、彼がお世話になった人たちが挙げられていたんでしょう。ダビデはその頃のことを決して忘れないで、神から受けたこの賜物を分け合うことを通して、より互いの絆を深めたいと願っていったようであります。ダビデは後にこのヘブロンという町で、またユダの人々によって油注がれるということを思うときに、何かこの神の計画の不思議さというものをこう思わされます。
それはこの神の賜物を喜んで分け合う、互いに分け合う者には神が特別な幸いを用意しておられるということを暗示していることであるようにも思います。ロマ書の12章15節にこうあります。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。喜びはみんなで一緒に分かち合えばその何倍にも増し加わっていきます。逆に悲しみもまたみんなで一緒に分かち合えばいくらかでも軽減されていくのではないでしょうか。人生はそうした分かち合いです。私たちは物だけではなくて苦しみも悲しみもまた痛みも分かち合う、悩みもですね、分かち合うことを通して互いの心を深く知り、また関係を深めていくのではないでしょうか。誰よりもイエス様がそのように歩まれ、そして最後にはご自分の命まで差し出して私たちの救いを成し遂げてくださいました。教会はこの救いの恵みを感謝し、喜び、互いに分かち合うところであります。私たちもできればまず弱さを持った兄弟を覚え、そしてできるところから自分の賜物を分かち合っていく、神の賜物を分かち合っていくものにならせていただこうではありませんか。アマレクの略奪隊を打ち倒して、そして家族と、そして分取り物をすべて取り返してきたこのダビデと部下たちは本当に意気揚々と帰ってきたでしょう。そうした中にダビデの頭に忘れなかったのは、途中からついてくることができなかった、そして荷物の番をしていた200人の部下たちのことでした。彼は真っ先にそこに行って自分たちのその分け前を分かち合って、共に喜びを分かち合おうと声をかけていったんですね。本当にこのキリスト教のテーマにある受けるよりは、受けるより与えるが幸い、それをダビデが実践していたのかなということを思います。受けることは決してなくなることではありません。損をすることではありません。与えることによってむしろ私たちはまたその恵みをいく場合も増し加えて、喜びをいく場合も増し加えていくことができるんですね。分かち合うほど固く立つ神の国とテーマにありましたけれども、本当にこの恵みを分かち合っていく、人生における神の賜物を分かち合っていく、そのことの中で互いの絆が深まり、そして共に神の国を立て上げていく、神の民となっていくことができるんですね。私たちもそんな交わりを、絆を深めていきたい、そのように思わされます。一言お祈りをして、今日のところを終えたいと思います。お祈りをいたします。喜ぶ者と一緒に喜び、悲しむ者と一緒に悲しみなさい。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美をいたします。ダビデが一緒に行くことのできなかった残りの部下たちのことを忘れないで、彼らも同じく公平にその分け前を分かち合ったというところの中に、本当に神様にあって受けるより与えるが幸いである、それを彼が実践していたことを改めて思わされます。神様、私たちは愛を受けるだけでなくて誰かにそれをまた与えていく恵みも与えられていることを感謝をいたします。神様がまず、イエス様がまずその生き方を実践してくださって、本当に悲しむ者に寄り添い、また必要を覚える者にあなたは近づいていかれました。そして最後は十字架にかかって私たちの罪の身代わりとなって救いを成し遂げてくださいました。神様、この恵みを思うとき、私たちもまた与えられている恵みを自分のためだけに用いるのではなく、また地の下に埋めておくのではなく、それを喜んで他の人に分かち合っていくものにならせていただきたいと思います。どうか神様、
受けることだけではなくて、与える賜物、私たちにも与えてくださいますように心からお願いいたします。この時を心から感謝し、御手に委ねて、私たちの主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。